どうもティモンディチャンネルです。今回はですね、高岸にドッキリを仕掛けようという企画でございます。おはようございます。高岸はです、結構テレビでドッキリ仕掛けられるんですけど、はい、割と肉体系のドッキリが多いというか、ある種芸人だったらどうするんだろうみたいなところのドッキリはかけられたことがないというか、その中でちょっと高岸どういう風に言うんだろうっていう、まあ、半分検証のドッキリ仕掛けたいなと思います。はい、おです。今回ですね、ひたすら同じ質問をされ続けたらどう答えるんでしょうという悩み相談といって、はい、高岸からこう質問コーナーも設けまして、はい、高岸にこんな質問来てますっていう。ちなみになんか、じゃあどんな質問にが一番基準を引き出してると思いますかね。まあ、150キロ投げる方法を教えてくださいみたいな、その技術的なものを言うと、多分質問する人が違ければそれの人に合ったなんか指導法みたいなのするかもしれないっていうんで、どうしますかね。じゃあ徐々にその年齢を上げていく、いきましょう。10歳、20歳、30歳、はい、40、50、60で、ね、100、120って120とか、はい、ここら辺まで行っても高岸は言える、言うのかっていう。おめでとうです。その人が2つ目ぐらいで質問かぶっとるやないかいみたいな、そうですね、ことになるわけですね、これはきっと。だ、またかぐらい、またそういう人がいるんだぐらい言うかもしれないですけど、まあそのドッキリとは気づかないとは思います。彼は前田予想だと何人ぐらいまで行きそうですか、高岸は。まあこれは希望ですけどね、希望ですけど、こっちがもういいよって言うまでやってほしいなっていう。ただこれでいや、もう言いましたっていうのはちょっとがっかりだなっていう。あ、まあ、そうなったらティモンディのもう行く末も短いだろうなって。ただまあこれも、まあ、テレビにまあお仕事いただいて、まあ、もう1年以上は経過して、もしかしたら彼も変化が、あれ、タイガ俳優NHK を経て俳優もアクターを経て、タイガで調子乗ってるんじゃないですか。そうですね、気持ちが大きくなってるんで。小栗旬さんとか大泉洋さんと一緒にいて、自分も同じクラスの俳優だったみたいな思ってる可能性ゼロじゃないですか。どこか心の奥底の高岸がそう思ってる可能性ありますからね。だから表情も含めてちょっと、聞いたけどなみたいなのを、これはもう見逃さないですよ今回。おめでとうです。じゃあ撮りましょうか。はい、じゃあまいちゃんまで3、2、1。どうもティモンディチャンネルです。始まりました。今回はですね、はい、高岸のお悩み相談というコーナーでございます。おお、悩める人たちがいっぱいいるわけですよ、はい、ちょっと高岸からしても元気を出してあげたいですね。そうですね、ちょっと真剣に答えたいですね。わかりました。じゃあちょっとたくさん来ているので、はい、1人目から、はい、はい、10代女性の 10歳ですかね、はい、10歳の女性の方ですね。150キロが投げたいです、うん、コツを教えてください。はい、すごい。うーん、野球やってるんですかね、10歳の子が。どうですか、150キロ、10歳の女性の方が投げたいと言ってますが、コツは150キロ投げようとする気持ちを忘れないこと。おー、これです。というと、はい、やっぱりそれに向かって、目標に向かってどうしていく、これはやっぱ気持ちがあっての工夫になっていくから。なるほど、ここの目標がずれちゃうとやっぱり変わっていくからね。なるほど、うん、これは10歳の女性の方には、まあ、そういうのが、はい、まあ、一番合ってるかなってことですかね。はい、その強い気持ちがね、やっぱ折れちゃったり諦めたりすると、やっぱり行きたくても行けないですかね、その島っていうのはね。なるほど、なんか目的、この島、行き先を忘れないこと、これですね。なるほど、はい、150キロ投げたいっていう島が150キロ、目標を島と言えばね、150キロという島、150キロ島があるんだ。があって、そこに向かって船という努力ね、努力船、努力シップを漕いでいく、漕いでいく、はい、なるほど。150キロ投げようとする気持ちを忘れない、目的、この島、行き先を忘れない、これですね。続いていきましょう、うん、20歳
男性の方はい150キロが投げたいです、うん、コツを教えてください。なるほど。これはどの年齢でも僕から言えるのはやっぱり150キロを投げようとする気持ちを忘れないこと。お、うん、なるほど。やっぱり目標、そのここに行きたいっていう島がしっかりしてないと、うん、やっぱそれに向かってアプローチが難しくなる。なるほど。だからここで急に変、カーブがカーブだけ投げたい投手になる。まあ20歳とかからね、うん、いろいろ覚えてきて、ね、なってくるとアプローチ練習方法も変わっていくから、うん、ここはやっぱ150キロ投げたいっていう島を忘れずに練習をしてください。続いていきましょう。はい、30歳男性の方。30歳はい、150キロ投げたいです、うん、コツを教えてください。やっぱり投げるのはちゃんと150キロ投げたいという目標、うん、これを忘れないこと、これがやっぱ大事ですね。ちゃんと150キロ投げたいという目標、まあ島みたいな島をさっきまで島って言ってたよ。やっぱりしっかりと漕いでいく。150投げたい、150島に行きたいんだったらそれを忘れないこと。30歳でもそれは変わらないことですね、はい、届いてるといいんですよね、はい、これまだありますか。まだいきます。はい、続いては40歳女性の方です、ね、はい、150キロが投げたいです、コツを教えてください。やっぱり投げるには150キロ投げたいという気持ちを忘れないこと、これが大事だと僕は思いますね。なるほど。やっぱり例えば150キロっていう島があるとする、例えばね、だからそこに向かって船を漕いでいかないとやっぱりたどり着きにくいじゃん。150キロを投げようとする気持ちを忘れないこと。150キロ投げたいという目標、うん、これを忘れないこと、これがやっぱ大事ですね。150キロ投げたいという気持ちを忘れないこと、これが大事だと僕は思いますね。150キロの島みたいなのがあるとしたら、うん、そこに向かってちゃんと船を、漕いでいく、漕ぐ方法を考えてやってくるっていうのが大事だと思います。あ、なるほどね。年齢いくとやっぱ怪我する可能性高くなるっていうのも、うん、あるからね。回復もね、しづらいですからね。確かに。じゃあ続いていきますか。はい、続いては、うん、80歳男性の方ですね、はい、80歳男性の方ですね、はい、80歳男性の方ですね、はい、150キロを投げたいです、コツを教えてください。なるほど。150キロ投げたいという、うん、気持ちを忘れないこと、ほう、これが大事だと。150キロ投げたいという、うん、気持ちを忘れないこと、ほう、これが大事だと思います。やっぱ150キロ島に向かって漕がないと違う方向に行っちゃう確率が高くなる。オリです。時間もあれなんで最後、はい、最後1人行ってみますか。最後1人行きますか。はい、はい、続いては、うん、この人行きますかね。はい、110歳女性の方ですね。ギネス記録じゃない、150キロ投げたいです、コツを教えてください。なるほど。そうですね、僕が思うのはやっぱり150キロを、うん、投げたいっていう強い気持ちを忘れない。もういいわそれは。これ僕の答えだからね。いやこれちょっと想像を超えてきましたね、これは。今回の企画はですね、はい、高岸に同じ質問をしたら、うん、どう返すのかドッキリでございました。ドッキリではないけど。なんか本気だ。すごい。ドッキリではない。金太郎飴みたいね、もう毎回同じ断面しか見えなかったですけどね。この画面見てたらずっとなんかデジャブみたいな。毎回同じ初めて言ってるかのような感じで言い慣れてない感じもありましたし、毎回普通の人だったら多分もう3人目ぐらいで、うん、おい、もうそれやったよと、もう言ったよ、聞いたわその質問みたいな、さっきも言ったけどとか、なんかちょっともう説明の仕方もだんだん変わってきちゃうんじゃないかと。はい、で僕ら知ってます、最近の活躍ぶり、うん、いい、大河にも出てます、いい、はい、ちょっともしかして高岸も変わっちゃったんじゃないか。ああ、なるほど。そしたら10代から110歳まで何も変わってなかったですね。もう毎回海に出させようとする。船に乗せて。
まあでもこうあってほしいなという、まあ、僕の、まあ、願望じゃないですけど、はい、まあ、変わらないでいてほしいなというまんまそのままやってもらいましたね。いや、来ましたね。止めるまで行くみたいな。なんかこう、まあ僕もこう ありたいなっていうそのままの姿でティモンディ入れてるんで、いやすごい、これはもう今後も安心ですよね。よかったですね。これ定期的にちょっとこれでチェックしてそうですね、まあ、周りが親ちょっと調子乗ってんじゃないかって思うような何かがあった時はこう定期的に定期診断みたいな、ね、いやなんか検証としてはもう大成功。これはもう大成功。ああよかった、それは何より。あってほしい結果でありましたね。よかったです。まあそう、同じ人、例えば前田が聞いてきて、うん、もう一回聞いてきたとしたら、あ、さっきも言ったけど頭にはつけるかもしれないけどね。それはね、つけたとしてもまた同じこと言うでしょ、うん、まあまあね、あ、忘れたのかなと110歳、女性の方ですね。ギネス記録。150キロを投げたいという気持ちを忘れない。